体的には店の座席の間隔ですとか、お客さんの滞在時間、換気ですとか、それからお客さんたちの入店管理、この辺が条件だそうです。まあ、山田さん、本当にバイキングに限らずですよ、報道番組、情報番組が前々からこの山梨モデルっていうのをこう見習うべきなんじゃないのかって前々から言ってるのが、なんか後から遅れてこうやって各知事さんにこう遅れが回るみたいなね。まあこれだけ撮ってみてもやっぱりもう後手感は否めないという気がするんですけれども。そうですね。それから最初の頃にやはりその、まあ、国が何か方針決める前に各自治体で、まあ、工夫をしようという動きがあったわけですね、はい。まあ、初期の頃はまあ若いのかもしれないと思う、うん、そこのアイデアというのは結構ですね、やっぱり現場に即したアイデア、